今回は北条泰時の最後について解説していくぞ。泰時は義時の次の執権だった人だね。その通りだ。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルでは鎌倉殿の13人に関する動画をどこよりも早く投稿していくぞ。よろしくお願いします。泰時の最後について解説していく前に、彼の生涯や功績を見ていこう。泰時は寿永2年に鎌倉幕府2代執権であった北条義時の初長子として誕生した。母親は義時の側室であった阿波の局である。また泰時と政子は叔母と甥の関係となっているぞ。ずいぶん怖い人が叔母さんだったんだね。義時の初長子として生まれた泰時だが、意外なことに若い頃のエピソードはあまり残されていない。しかし泰時と頼朝の関係を示す逸話が存在するので紹介しよう。それは泰時が10歳の頃のことだった。頼朝の急な呼び出しに遭い、泰時がそこに向かうと、なぜか御家人の多賀重行が同席していた。そして頼朝は泰時に対して次のように告げた。私は先ほどの出来事を見ていた。多賀重行は外戚である泰時に対して非礼を行っただろう。頼朝がこのような発言をした経緯には理由があった。それは頼朝から呼び出される少し前に、泰時は重行と道ですれ違っていたからである。またすれ違った際に重行は泰時に対して非礼を働いていた。その非礼とは、二人がすれ違った際に泰時は徒歩、対して多賀重行は馬に乗ったまま通り過ぎていたのだ。外戚である北条氏は幕府内でも高い地位を有していたからな。だから通常なら重行が下馬の礼を行うのが当然だと頼朝は考えていたんだ。なるほどね。この状況に対して泰時は非礼を働いた重行が罰されることを恐れて次のように告げるのであった。私は非礼な態度を取られたとは思っておりません。私も考え事をしながら歩いていたのです。なので私の方こそ礼を欠いていました。なんと10歳の少年が非礼を働いた重行をかばったのである。泰時はものすごく寛大な人だね。確かにそうだが、その後重行は自身が非礼を働いていないことを主張したぞ。泰時にかばってもらっているのに非礼を働いていないことを主張するのは少し違うと思うけどね。そうだな。だから頼朝は重行の主張に激怒し、所領を没収しているんだ。そうなんだ。重行は素直に非礼を働いたことを謝ればよかったのにね。確かにそうだな。またこの一件で頼朝は泰時の寛大さを称え、褒美として太刀を与えたと言われているぞ。それから泰時は成長しながら、義時について有力御家人だった比企氏や和田氏などを滅亡に追い込んだ数々の戦に参戦しながら実績を積んでいった。その結果、承久3年の承久の乱では幕府軍の総大将に抜擢されることになった。そして後鳥羽上皇が率いる倒幕軍を破り、京都に設置された六原短大の初代代表に就任することになった。その後は伊賀氏の変が起きたことによって泰時が執権に就任する可能性が低くなったが、政子の活躍により執権に就任することになった。伊賀氏の変は義時の妻であった伊賀の方が中心となって起きた政変だな。ただこの伊賀氏の変に関しては今回の動画では割愛させてもらうぞ。また別の動画で解説してね。もちろんだ。執権に就任した泰時にある事件が起きる。
その事件とは、泰時が頼りにしていた幕府の重鎮である大江広元と政子の二人が相次いで亡くなってしまったことである。その結果幕府内は混乱となるが、泰時はこの機会を利用して幕府に新たな体制を設立することを決意するのであった。そして泰時は執権の補佐役である連署の新設と、幕府の最高議決機関訴訟機関となる評定衆を設立するのであった。ピンチの状況から逆に新体制を作ろうとする泰時の考え方がすごいね。そうだな。泰時が設立した連署とは副執権とも言うべき機関だったぞ。執権の補佐をするから副執権なんだね。そうだ。この連署には泰時の叔父にあたる北条時房が選ばれているぞ。連署が誕生したことによって両執権という複数執権体制が確立する。そして評定衆は13人の合議制を参考にした機関で、執権である泰時をサポートするために設立された機関であった。また評定衆は11名の有力御家人で構成されており、これに執権と連署が加わって合計13人になる。こうして幕府運営は合議制で行われていくことになったのである。ただ一説によると、評定衆は泰時のサポートが表向きの設立理由だったが、実は有力御家人たちの不満を抑えるために設立されたと言われているな。なるほどね。泰時はいろいろなことを考えて評定衆を設立したんだね。ただ評定衆が定められた当時、話し合いがうまくまとまらないことが多くあったとされる。それは様々なトラブルを解決する上でルールや共通認識が存在しなかったからと考えられている。これを解決するために泰時が制定したのが御成敗式目である。この御成敗式目とは、公平な裁判を行う際の基準となる武士政権の新たな法令のことだ。また当時幕府の勢力拡大とともに地頭として派遣された御家人や公家などの荘園領主と現地住民の間で法的なトラブルが増加していた。その他にも御成敗式目が制定される直前には、乾季の飢饉と呼ばれる鎌倉時代最大規模の飢饉が発生しており、多くの社会問題が発生していた。そのため御成敗式目の制定には、こうした社会的混乱を収める目的もあったと言われている。泰時は御成敗式目を作成する際に、頼朝が活躍する以前の先例に加えて武家社会における慣習道徳をもとにして制定したと言われているぞ。その他にも泰時は御成敗式目を制定するにあたって、京都で活動する法律家に助言を求め、毎朝熱心に勉強したと言われているな。泰時は生まれた時から優秀な人物だったと思うけど、努力家でもあったんだね。上映元年に泰時は評定衆と協力して全51箇条で構成される御成敗式目を完成させた。こうして誕生した幕府の新しい基本法典は、その後訪れる室町幕府や戦国時代の家法にも大きな影響を与えることになった。執権としての泰時はかなり優秀だが、プライベートはどうだったのだろうか。泰時のプライベートに関してあまり記録は残っていないが、鎌倉殿や御家人、親族だけではなく、さまざまな機関とも友好的な関係を築いていたと言われている。例えば御家人の詰め所であるかがり屋を各所に設置することで、京都の治安向上を計画するなど活動は多岐にわたる。その他にも泰時が率先して幕府と朝廷の仲を取り持つことで友好関係が続いたと言われている。しかし北条泰時と朝廷の関係はある時から急激に悪化することになった。それは任治3年に第87代天皇であった四条天皇が崩御したことがきっかけだった。
四条天皇が崩御したことで、次期天皇の候補となったのが順徳天皇の皇子である岩倉宮忠成王だったが、泰時は順徳天皇が承久の乱の首謀者であることを理由に強く反対するのだった。そして泰時は強引に後嵯峨天皇を擁立した。その結果、後嵯峨天皇が第88代天皇として即位することになった。一方で泰時の強引なやり方は、九条道家をはじめとした京都の公家衆から反感を抱かれることになり、関係が悪化することになったのである。朝廷との関係が悪化してしまったので、泰時は任治3年5月に出家して上昇坊寛和と名乗るようになったぞ。それから約1ヶ月後の任治3年6月に泰時はこの世を去っているんだ。なるほどね。それで泰時の死因は何なの？資料によって異なるが、一般的には病死と言われているな。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。